楽町チャンネル。収益物件はここを見よ。物件見学をモニタリング。こんにちは、八木エミリーです。不動産投資総額は7億5000万円、保有資格は証券外務員とかファイナンシャルアドバイザーの資格を持っています。不動産業界歴は4年になります。この動画ではある投資家さんにお借りした物件で物件購入前に行う現地チェックの様子をお届けします。この動画の最後には実際にこの物件が売られていた場合、私が購入するかしないかの判断もしたいと思います。今回物件見学の様子をモニタリングさせてもらうのは八木エミリーさん。物件は埼玉県内の一棟マンションです。前編では外観をチェック、後編では室内を見学する様子をモニタリングします。八木さんがこだわる部分、こだわらない部分とは？では室内のチェックに行ってきます。室内のチェックが終わりました。楽町。じゃあ室内を見ていきます。キッチンなんですけれども、結構やっぱり古い型が入ってますので、いずれ新しいシステムキッチンに交換する必要が出てくるのかなと思います。でもリフォームをされたばっかりで、実は中がとっても綺麗です。この中を割とチェックするんですけれども、ここの配線だったりこの蓋がない場合があります。この蓋がないと匂いが出てきてしまったりゴキブリが出てきてしまったりするので、この蓋は割とマストであった方がいいと思います。ちょっと閉めてみると、よく見るとここに段差があってちょっと閉めづらかったり、ちゃんと閉まるし、住んでる限りは特に多少不便かなぐらいだと思いますので、私は直すほどではないかなと思っています。あとはこの水栓なんですけれども、お水を出してみて水が漏れてしまわないかとかを確認してください。あとは換気扇を回してみてきちんと動いているかどうかの確認。あとは、先ほども外にあったんですけれどもインターホンですね。これも、このモニター付きインターホンではなくて古いタイプのインターホンの場合はいずれ買い替えてくる必要が出てくると思いますので、そこも要チェックです。次に行きます。あとこれは動画なので伝わりにくいんですが、ここの畳、新しくてとってもこの新しい畳のいい匂いがします。なのでこういったところもリフォームされたばっかだっていう点ではアピールポイントになるかなと思います。あとはですね、このカーテンですね。ないよりかはこういうのでもあった方がいいかなと思いますし、ベランダすごく綺麗ですよね。綺麗だし広いし、やっぱり日当たりがとってもいいなっていう風に感じます。あとは押し入れ。ここは一番この部屋の中で湿気がこもるところなので、もしこの湿気でカビてしまう場合は一番この押し入れの天井がカビやすいです。ですのでここを開けてみて湿気がこもっていないかどうか、カビが生えていないかどうかっていうのは確認が必要です。ここもよく見るとこの取っ手が外れそうになっていたり、これだけちょっとガタつきがあると交換が必要になってくるかなと思います。一応閉まるは閉まるんですけど、この横から見るとちょっとやっぱり浮いていたりするので、このやっぱ浮きがあったりとか変形がある場合には要確認が必要かなと思います。使い続けて使える場合はいいんですけど、これだといずれ外れてしまう場合がありますので、そういったところはこの売り主さんに交渉してみるといいかなと思います。ここ毎足で見てみると全部屋照明がついてると書いてあるんですが、ここのお部屋は照明がついていません。なので照明をつけてくれるのかなというところも聞いてみた方がいいかなと思います。あとはエアコンですね。エアコンは全室ついていないんですけれども、きちんと部屋ごとにエアコンがつくのかどうかというところも確認をします。このお部屋は全部で 3DK で、3DK のうち2部屋がご覧の通り和室になっているんですけれども、まあね、和室はそもそもどうなのっていうお声もあるかと思いますが、よく見ていただくととってもお部屋の作りが和室スタイルになってます。ドアも襖ですし、で畳も今綺麗なものに張り替えられています。これを畳じゃなくてフローリングにしようと思ったら、まあ、フローリングにすることもできるんですけれども、そうなってくるとこの襖だったりこういった押し入れがお部屋に合わなくなってきます。リフォームするとことリフォームしないところの住み分けですね。お金をかけるところとかけないところっていうのをきちんと区別した結果、それを総合的に考えると一番やっぱりお金を使わない方法でリフォームするとしたら、私も和室のままでいくかなと思います。ここも同じですね。カーテンがついています。あった方がいいですね。やっぱりこう閉まってるとちょっと暗いんですけれども、やっぱり開けた時に一気に日当たりが変わってきて景色もとってもいいので、やっぱりこういうちょっと印象が良くなるかなと思います。あとはこう開けてみてスムーズに開くか閉まるか、サッシが変形してないかどうかっていうのは、全ての窓は一回こう開けたり閉めたりしてみる必要はあると思います。ここの襖もよく見てみるとシミがあるのが分かりますでしょうか。まあ、ここも気にされる方は気にしますし、気にしない方は気にしないので、オーナーさんの好き好きかなと思います。ここを張り替えるほどの交渉は多分できないことが多いと思いますので、もしその気にされる方は購入されてからご自身で張り替えるっていうことになるのが多いかなと思います。収納がめっちゃいっぱいあります。すごい大きいです。お布団とかも余裕で入りそうな、めっちゃ広いですよね。ここも同じように湿気がこもっていないかというところと、天井にカビが生えていないかというところは同じくチェックをします。でもここはすごく空気も綺麗で中も全然カビてないです。あとはクロスですね。クロスに浮きがないかとか、こういった下の方でよく浮いてたりとか割れちゃったりすることが多いんですけれども、もうここのお部屋はリフォームされたばかりですので、クロスも綺麗ですしフローリングも綺麗だし、言うことありません。でもチェックするところとしては、こういうクロスが汚れていたりこう浮いていたり剥がれてしまっていたりしないかどうかというのは確認が必要だと思います。じゃあ最後に水回りいきます。トイレです。新しいものに付け替えてあって、これだけの設備が整っていたら割といいかなと思います。じゃあ最後ですね、お風呂場いきます。お風呂です。お風呂のこの上のところをよく開けて見られる方が多いんですけど、ご覧の通り私届かないので見ません。女性の方はそんな気にすることではないなと私は思っているので、そんなここまで無理して見なくてもいいかなとは思っています。ただ換気扇は一度チェックしますね。ここは同じく届かないんですけれども、ちょっと何か煙のあるものを当てたりとか、あとティッシュとかこうフッてやるとこうくっついたりするので、そういったところで確認をします。あとはこの独立洗面台なんですけれども、とっても広くていいと思いますし、中を見てみるとここも同じくきちんと蓋がされています。なのでとってもいいですね。あとはここ洗濯機置くところなんですけれども、こういったところとかがなかったりもするので、きちんとあるかどうかっていう確認はします。本当にリフォームされたばかりとあってすごく要所要所綺麗ですし、あとやっぱりここの今オーナーさんが不動産投資家さんということもあって、きちんとその投資家目線でのリフォーム、必要なところはきちんとリフォームして、必要のないところはリフォームしないっていう住み分けがきちんとできているので、まあ、そこは素晴らしいなと思いますし、まあ、今言ったところで、まあ、古いところと新しいところリフォームされる方は参考にされてみるといいんじゃないかなと思います。この物件は買いますか買いませんか？私はこの物件は購入しません。理由としては、まずこの毎続を見た時に、本当に私が買うならという基準ですけれども、ここの土地勘がまるでないということと、あとこの物件は重量鉄骨造の築27年になりますので、出口のところとあとは融資付けが少し難しくなるという点、あと私は積算評価をとても重視しているので、こう積算で計算した時にこの基準に当てはまらないというこの点から私は購入しないということを選ぶんですけれども、じゃあもし今言ったこの問題点が全部クリアされていてこの物件を見に来たらどうかという基準でお話ししますと、まず築27年でこれだけのリフォームをきっとお金をかけてされているという点と、あとこれだけリフォームがされているのにもかかわらず利回りが 17.6% 出るというところから検討の土台には入ってくるかなと思います。今回一通り物件を見させていただいて、かなり綺麗にリフォームされていらっしゃいますし、もしちょっと修繕が必要だな、ここ直した方が良さそうだなっていう点でもそこまでお金をかけなくても簡単に直すことができるという点がかなり多いなというふうに感じました。またすごくお掃除もきれいにされていてメンテナンスされているなという印象がありましたので、購入してからはおそらくそんなに苦労しないだろうなということが感じられました。また駅からの距離も車で7分ということで、ちょっと歩くと遠いですけれども車ではそこまで苦にはならない距離でしたし、駐車場も部屋数確保されているということと、この物件についている駐車場の他にも外に駐車場が借りられているという点に関してはとてもプラスポイントだなというふうに感じています。実際にはやはり近隣の家賃相場の比較をもちろんもうちょっと細かくしていくんですけれども、その数字がクリアできて先ほども言った条件が全て OK なのであれば、この物件はとても買ってもいい物件だなというふうに思います。大切にするところはやっぱり大きな数字に響いてくるところです。大規模修繕が必要な箇所なのかそうではないのか、自分で少し手を入れたら治るのかそうではないのかというところを判断しますし、私はあんまり自分でリフォームとか DIY とかをやらないので、そこをやらなくても住む物件かどうかというところを基準に判断をしていきます。また、内装と外装どちらをよく見るかというと外装の方をきちんと見ていきます。内装っていうのは買ってからのこの管理会社さんとのやり取りでまた細かく直していく点が多いので、それよりかは今はこの物件を買うか買わないかというフェーズであれば、私は内装よりもどちらかというと外装を気にして、物件がちょっと古くなってきてるなとか塗り直しが必要だなっていうところは見ていきますけれども、そういった細かな自分で後で直せるというところよりかは自分で直せない立地の部分、例えば駅からの距離、過ごしやすさだったりとか駐車場の数、もし駐車場が足りないのであれば近隣で駐車場が追加で借りられるのかどうか、あとはこの物件の周りにどういう施設があるのかどうかというところを大切にして見ていきますので、もしこれから初めて物件を見に行くという方はこの物件に着く前からが勝負だということを頭に入れていただいて、駅に着いた瞬間からきちんとタイマーを測って周りの景色も気にしながらこの物件にたどり着くというところから意識して動いてほしいなと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画を見て次はここをチェックしようと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。またコメント欄への質問や感想もお待ちしています。